町田市民文学館ことバランドは東京都町田市の公立文学館。もともとこの地にあった町田市公民館の建物の一部を再利用して使用しており、開館にあたって増改築が行われた。1997年の遠藤修作氏居寺に蔵書や遺品の一部が町田市に寄贈されたことから文学館開設の機運が高まり、当時の市長、寺田和夫が 解説準備懇談会を発足し、森村誠一を会長にスタートさせる。旧町田市公民館の閉鎖から4年間の準備期間を経て2006年に開館した。町田は江戸期より文人、歌人を多く出している。2000年代現在も、赤瀬川源平、時は新平など、現役の作家、著述家、児童文学作家らが多数在住している。交通量が 比較的多い文学館通りに面しており、建物は3階建て。1階に町田ゆかりの文学者たちの著書やそれらが収蔵された資料閲覧室とパネル展示、喫茶コーナーがある。2階は展示室と行動。3階は研究会、読書会などの利用のための大小の会議室がある。文学館が所蔵する蔵書は一部の金体質図書を除いて、 貸し出しを受けることができる。町田市統計書第49号2016年度版町田の教育2015長電子。ありがとうございます。